はい、酒好きな新潟人の飲酒動画でございますが、今回も、俺が、3つの指に入る俺の中での最高のね、三つ星ビールじゃないけど、絶対に5つ星だという3つのな指の中に入るビールを紹介したいと思います。最後の三つ星のビールはこちら、恵比寿でございます。ね、安定のね、誰も知らない人間がいないというレベルのね、三つ星の、じゃあ、ね、恵比寿プレミアムビール。こちら、恵比寿の金色のね、普通の通常バージョンです。これが一番俺は恵比寿の中で一番好きなんです。麦芽 100%。アルコール度数 5%。原材料が麦芽トップ。札幌です。札幌ビール。バイエルンさんアロマホップをふんだんに使用。麦芽のみを用い、熟成に時をかけて仕上げます。深いコク、豊かな味わい。ビールを知る人のビールです。となってます。こちらはですね、前回紹介したハートランドビールに、比べると、はるかにコクがあるビールとなってます。まあ本来はね、これね、三つ星っていうかね、三つのね、指に入るとかって言ってたんですけど、本来ね、もう一本入れたかったんですけどね、もう現在、樽生でしか飲めないっていうビールが、になってしまったんで、もう缶とかで売ってなくて、まあ、以前売ってたんですけどね、まあ仕方あるまい。ね、3本しか紹介できませんでした。ちょっと残念です。それでは、いただきます。乾杯。うん。やっぱコクがある。うん。そして、恵比寿の独特のこの、麦芽 100% ビールなんだけども、キリンの一番搾りとかと違って、断然コクとあと香り、と、あと、苦味ですね。コク、香り、苦味が全然違うっていう。で、同じ麦芽 100% のビール。なのに、この原料が違う。麦芽 100% ってことは、麦芽とホップしか使ってないわけでしょ。原料としては、見た感じ同じなんです。名称としては。それなのに、ここまで味が違うかっていう、ぐらいの、すごい、ビールです。もうさっきから、ギネス飲んで、ハートランド飲んで、今これ飲んでるんで、きつい。ビールは本当にね、腹がいっぱいになる。ああ。やっぱ特徴的なのは、恵比寿さん苦味でしょ。この、うん。コクと相まって、苦味が非常に強い。うん。うん。香りもやっぱ特徴的。うん。やっぱ、苦味とこの香り。うん。が非常に特徴的なビールですけど。うん。これはやっぱり、ね、札幌の、まあ札幌、ビールのね、すごい革命的存在ですよ。恵比寿は。こちらはね、
正直エビスでね、いろいろ出てるでしょ。エビスなんとかエビスとかさ、黒エビスとかさ、なんちゃらエビスとか。あれはね、にわか、にわかっつうか、俺からするともうにわかです。はっきり言って、エビスの、は普通のエビスしか認めてない。俺は。こっち側のエビス以外はもう、にわかファンの、ただの、道楽ちゃうわ。にわかファンがね、うめーとか言ってね、やっぱこれなんとかエビスうまいよねとか言ってるけどね、全然、アホかっていうくらい。何言っとんなこいつらって。いうレベルですね。マジで。全然、うまいと、大して、思ってもいない。やっぱりこのね、金色のね、この通常エビスが最強にうまいと思ってます。あんなの、ただのあれですよ。エビスビールのこの金色のやつが売れたから、じゃあちょっと派生させて、金儲けのためにちょっとブー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 って、そのエビスのね、銘柄に引かれるやつが絶対いるから、ちょっとそいつらから搾取しようっていう、魂胆で作ってるようなやつばっかりです、こんなの。何言っとんだと。こんなもんは、全然、認めない、俺は。うめえ。うめえ。やっぱね、ビールで、コクと苦味っていうのを、両方両立させつつ、ね、っていう、ビール。苦味とね、コクと香り、三つかな。この全部を両立させてる、ビールっていうのは、これぐらいしかないと思う。本当に。なかなかここまでこう、重いビールっていうのはないです。本当に飲んで、あ、重いなって。ジャパニーズビール。当然外国のビールとかだと、ギネスとか、あ、重いなと思うんだけど。でもやっぱり、エビスビールは本当に香り、苦味、コク。これ全部この三つがね、もう、全部、強いんで、重いってなるんですよね。先に紹介したギネスビール。あちらコクがある。ですが苦味がない。いや、苦味がないっていうか、あるんだけど、あれは苦味っていう、シャープな苦味じゃないんですよ。だから、あんまり苦味として存在しない。うん。でね、香りはあるんだ。やっぱこの苦味はあんまりないっていうので、やっぱこう除外されるんですよ。だからね。で、ハートランドビールは、香りはある。だから苦味がない。で、コクは、まあある。いや、ないか。コクもねえか。コクもあんまねえな。って感じで。やっぱりね、エビスビールっていうのは非常に重いビールだなと、俺は思います、うん、あくまで俺はね、俺はそう思ってます。
ということで、エビスビール。エビスビールは、ウィキペディア。札幌ビール株式会社の麦芽 100% のビールのブランド名、プレミアムビールに分類される。これはもうプレミアムビールならではです。札幌ビールの前身である日本麦酒醸造なんとか社に、ドイツ人技師カール・カイザーを、招待し、醸造されたビール。当時の名称はエビス麦酒だった。当初は大黒天から、命名しようとしていたが、横浜にすでに大黒ビールが存在したため、エビスを採用したという経緯が見られる。資料が2000年代に発見されている。エビス麦酒は1900年代にはすでに世界的な評価を獲得している。1943年に、ビールが配給制になり、名称が麦酒に統一されたことで一旦消滅するが、1971年に戦後初の麦芽 100% 仕様のラガービールとして復活した。1980年代前半に低迷期に陥ったが、1986年にパッケージデザインの変更と中身の生ビール化、1988年に漫画おいしんぼの、単行本16巻で取り上げられたことが契機となり、売上が回復し伸びていった。長期にわたり、プレミアムビールの首位銘柄となっていたが、2000年中盤にサントリーのザ・プレミアムモルツが急成長した影響を受け、札幌ビールは2006年からエビスブランドのテコ入れに着手し、同年10月にはエビスブランドの戦略部を立ち上げて、エビスの名を冠した商品を複数販売する展開を始めた。まあ、いわゆるこれがあれですよね。エビスブラック、エビスなんとか、エビス、琥珀エビス、のか、なんかそんな感じの、なんか、エビスなんちゃら、みたいなやつですかね。エビスのマークそのものがブランドと表示され、札幌のビールの、ビール類商品には、必ずあしらわれるシンボルの星がエビスビールには付けされない。ああ。確かに星ないもんね。というか、ぶっちゃけた話、これもいたんだよね。エビスビールって書いてあって、札幌と何にも書いてないもんね。札幌ビールなんて書いてないんですよ。見た感じ。札幌って言ったら普通、星マークが有名ですけど、こちらは全く星マークっていうのが一切載ってない。だから、エビスビールっていうのは、何の会社なのっていう人も、まあ少なからずある。俺も最初の頃、エビスビールって何の会社なんだろうなと思ってた。エビス会社、エビスビール会社っていう会社なんかなって思ってた地域もあったんで、これが札幌なんだなっていうのは、案外知らなかったっていうのはあります。それはハートランドと同じような、ハートランドビールもね、ハートランドビールもキリンビールだと思わないよ。似てるのがありますよ。確か。だから結局このエビスっていうその、マーク、エビスっていうその、これ自体がブランド化してしまったってことなんでしょう。あまりにも定着したことによって、エビスっていう、名称が定着しすぎて、もう札幌っていうのを超えちゃったっていうことなんでしょう。多分。
ああ。まあ、そういうことでしょう。うん。いやー、でもやっぱり、恵比寿ビールはうまい。もう、恵比寿はね、うまいよ。うん。恵比寿ビールのさ、瓶のやつあるでしょ。瓶恵比寿。瓶恵比寿。俺もね、ケースで買いましたよ。うめえから。ただね、恵比寿ビールは瓶じゃなくて缶がいい。うん。というか、大体俺の場合で言うとね、そうなんだ。俺ってね、瓶ビールって、いわゆるケース買い、あれ、夏になると、ビールケース買いするんだけど、大瓶のね、するんだけど、瓶ってね、ハートランドビールのね、瓶以外はね、缶で出てるでしょ。だからね、缶と瓶、どっちがうまいかっていうと、俺、瓶の方が、まずいと思ってる。なんでかっていうと、俺がただ単に、この、缶って、この、アルミでしょ？このアルミのね、匂いっていうのがある。この、なんかこう、鉄臭さっていうか、アルミ感、アルミの匂い。これが好きなんです。若干。で、当然この中に入ってるわけだから、アルミの匂いっていうのが若干するんです。で、それがね、またこう、なんか、ああ、うめえなって、なんかその香りで、こう、うん。好きなんだよ。で、瓶にはそれがないんですよ。当然。瓶だから。無臭なんだよ。瓶はね。それの違いかな。やっぱね。でですね。まあ、ここで。まあ、俺も、まあ、何回か言ってますけど。先ほど言いました。三つ星。ではなく、本来四つ星にし、四つ星者。間違えた。三つじゃなくて、ギネス、ハートランド、エビスってあるでしょ。俺、これ三つの指に入るビールって言ってますけど、本来四つだったっていう話しましたが、この四つ目の幻のね、ビールは何かっていうと、キリンの、ブラウマイスタービールっていうビールなんです。ね、現在は、樽生、まあ、いわゆる限定です。樽生限定の、店、特定の店でしか、飲めないビール。ブラウマイスター。で、最近で言うと、一番近い味が、キリンの一番搾りの瓶の、なんか、ブラウマイスター監修、なんとかかんとかっていうのが、一番近い味、なんですよね。あれがね。だからね、ブラウマイスタービールね、うまいんだよ、あれ。本当にうまいんです。苦味が特に強くて。味で言うと、エビスビールに近いんだけど、明らかにエビスビールが苦味が強い。ビールでね。俺は当時缶で売られてたやつが、飲んだことがあって、それで俺が虜になって、これクソうめえな、みたいな。多分動画で俺、確か俺動画上げてたと思うんですけど、昔のね、ニコニコ動画の方にも上げてるんですけど、この四つ目の方に上げてるやつ、以前の動画はね、僕のチャンネルから
チャンネルの概要のところに最近載せましたけど、以前のね、やつは全部ニコニコ動画に収録されてます、ね。でも非常にレアだね、俺のね、あのパート1のね、酒好きな俺の飲酒動画っていう名前で上げてるパート1のやつも、激レアなやつがあります、ね。ファンの方見ていただきたいと思いますけど。多分あそこら辺のね、どっかに載ってるはずなんだけど、グラマイスター。うますぎて。やべえ。当然のことか、あ、5つ星つけました。うますぎる、あれは。あれが現存してればね。現存してればねっていうよりも、缶で普通にこう、手軽に買える商品だったらいいんですけど、やっぱり、樽生って言うとやっぱ店でしか飲めない。で、しかも店でしか飲めないって言うと、やっぱりほら、なんか、行く機会もねえし、しかも大体東京あたりだし、新潟なんかでそんな飲めるとこねえしって、いう話でやっぱどうしても遠のいちゃう。だからやっぱりね、そこら辺で店で買えるやつでね、まあ、ちょうど、三つ星っていうか、三つの指に入るっていう中で選んだのがこのね、エビス・ハートランド・ギネス。まあ、この三つの中で、まあ、どれも美味しいんですけど、やっぱり一番好きなのはギネスかなって思うけど、やっぱギネスはちょっと重い。ギネスは重いすぎるかなって。重すぎるかなってのがこう、なんかこう、あれ大体スタウトだから、あの普通ジャパニーズのその、ジャパニーズ人間の俺としてはやっぱピルスナーがやっぱ個人的に合うっていうか、体になんか合うんですよね。だからエビスとハートランドがやっぱこう、普段飲みには非常に適してるなっていうことで、あんまりギネスビールっていうのはうまいんだけども、買ってないんですよね。ただ、特別な存在として、やっぱギネスビールっていうのはあるわけなんです。だからまあ、とりあえずこの3つはね、俺の中でビールの中でし、あの、俺のビールの、その基礎を築いた。俺がビールを好きになった銘柄。っていうのかな。ビールのその、うめえなって、思ったビール。で、それでいて、そこら辺で売ってて、手軽に買える。値段も、エビスこれは200円ぐらいでしょ。ハートランドは250円ぐらい。ギネスビール250円ぐらいでしょ。手軽に買えるんで、ぜひね、皆さん飲んでいただきたいです。本当に。本当に残念ながらね、キリンのブラウマイスターには本当に、あれ当時、売ってたんだよな。噛んでな。はぁ、あれな。噛んで売ってたんだけどな。もうめちゃくちゃ苦くてな、あれな。飲んだとき、飲んだとき、ほんとに。苦と思ったけど。苦と思ったけど。運命だ、これ、と思ったもん。本当に。あのビールは本当に、くそ、うめかったな。ということで、ね、当然この三つの指に入るビールはすべて、五つ星、評価です。それではご視聴。ありがとうございました。